ロンヌの出身フランス植民地軍に属し、マルティニクフランス領、スーダンフランス領、インドシナ・マダガスカル等で勤務する。マダガスカルの後は本国に移り、フランス軍総司令官となるが、1911年に、かつて部下であったジョフルを公認に押す。さらに高齢と持病の悪化のために1914年3月に退役した。 しかし直後に第一次世界大戦が勃発、ベルギーを突破したドイツ軍がパリに迫ると現役に復帰し、丸抜海戦ではパリ軍事総督としてフランス軍の一翼を担った。なおこの時パリ中のタクシーを集めて兵士の輸送に当てたことで知られている。1915年には陸軍大臣に就任したが、翌1916年3月に病状が悪化した。 ため辞任退役種5月に病死した。後の1921年に減帥号が送られた。少々相当官となるのは、第二次世界大戦後。知っておきたい現代軍事用語、解説と使い方、78ページ。著、高井三郎、発行アリアドネ企画、発売さんおさむし2006年9月10日。ありがとうございます。